秋山さんの店であの金を見た時、チャンスだと思ったんです。冴島さん俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです、今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃない。ええな。はい、ほいや、起動。うわー、you